劇場版鬼滅の刃が公開3日で貢献を突破だそうです。なぜここまで大ヒットしたと思いますか他の映画撮ってないからじゃない、まあ、あと、その、みんな SNS とかで割とその情報収集するようになって、みんなが見てるから見てるっていうのと、あの、新規の映画がないっていうところの2つじゃないかな。